ドイヒ、いつまでぐうたらしてるんだ。学校行きなさいって、なんでその体を。なんじゃこりゃ、変な色してる。自分でやったんじゃないのか。そういえば昨日変なやつに会ったんだよな。それから体がおかしかったんだ。絶対病気だ、病院行くぞ。その前にお腹減った。ご飯食べてる場合じゃない、病院行くぞ。それよりご飯いただきます。ちょっと待ってくれ、誰か助けて。おいしくないな。あれ、お父さん食べちゃってる、最悪だ。あじぴちぱー、これは絶対病気だ、病院行こう。あー、暑い、暑すぎる。太陽の光が暑すぎる。こんがり焼けてハンバーグになっちゃうよ。おいしく召し上がれって言ってる場合かい。家の中に戻ろう。これじゃ病院行けないな。それどころか外にも出れない、暇すぎる。家の中で遊ぶか、牛猫のモノマネでもしてよ。ああ楽しくないな。ああ息を止まっちゃったって、地面が穴開いちゃった、最悪。それどころかひび入ってブルブル。家壊れても困るし、じっとしとくか、暇だな。ああ夜が来た。夜だったら外に出れるんじゃないのかな。よし遊びに行こう。もしもし、ぺっかんくん、今から遊ぼう。もう夜だよ、今から遊びに行ったら怒られちゃうよ。10円あげるから遊ぼうよ。仕方がないな、じゃあ公園集合ね。何して遊ぶ。なんだよその体、もうバケモンじゃないか。誰がバケモンだこの野郎。ああ誰か助けて、食べられる。おいしくなかったなって、友達まで食べちゃった、最悪だ。警察だ、今人を食べたな、動けなくなバケモン。誰がバケモンだこの野郎。ああ助けて、食べられる。ああおいしくなかったって、どんだけ強いんだ僕。警察にも勝てるんだったら金を盗んじゃおう、おもちゃも盗んじゃおう。これで楽しい毎日だ。これだ、力みすぎて力入れたらゲーム壊れちゃう。ゲームできないならつまらない毎日だな。20年後、助けて、誰か助けて、お腹すいたよ助けてって、世界中の人々全員食べたからもうご飯がないんだと。お腹すきすぎて動けない。あー朝が来ちゃった、暑い暑い、最悪。チャンネル登録よろしくお願いします。